はい、こんにちは。日本改革党、靴沢です。近藤達之様、ピゴ・キュウイ様、カズサノスケ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。今日の夜から明日にかけて、10年に一度の寒波だそうであります。25日朝までの積雪量の予想なんですけれども、新潟90センチ。車潰れちゃいますね、これね。長野70センチ。関東北部45センチ。関東北部って栃木とか群馬でも45センチ降んの？都内は2センチの予報であります。都内は特に雪に弱くてですね、明日の朝氷点下になるっちゅうから、降った後にですね、溶け切らなければ、つるつるに凍ると思うんです。皆様、十分にご注意くださいませ。新宿でコラボ赤い羽、足立康氏の疑惑について改善してまいりました。足立康氏についてはですね、一般人に脅迫するのやめろって言ってきちゃいました。ツイッターから飛び出して、YouTube とかから飛び出して、外で言われるのは、外で広められるのは嫌だろうな。人の嫌がることを進んでしますというのは、私の信条ですから、人によって変えてます、これは。人によって変えてます。この人の嫌がることを進んでしますの中身を。コラボの経費について、AV 女優のかすみんさん。お誕生会をするのも経費なんだ。へえ。たくさんの人を AV 新法で失業に追い込んだくせにのんきだわ。お誕生会、否認具は経費、支援という名の売春しさ。ここで成長できる女性は少ないかと思います。否認具ばらまいて、売春しさ、推進してると言われても、もうしょうがない話ね。なるほど。納得しかないですね。この方、こんなこと書いちゃって、セブンナイツイコールコラボ弁護団に、事実拡散罪で訴えられないか、心配しておりますけどもね。文春オンライン、歌舞伎町、女子の貧困。事故物件に住んでホスト通いする風俗嬢25歳の告白。週6日出勤と出稼ぎ総務で働き詰め。月100万円がホストに消える。なんでだよって話なんですけど、ホストに月100万円も貢げるのになんで貧困なんだよ。キャバクラに100万使うおっさんは同情されませんよね、あんなのね。ギャンブルで月100万使っちゃう、薬物で月100万使っちゃう、カルトに月100万円お布施するのと何が違うんだ、自業自得だろって大好評を博しておりました。記事を受け、ニート無能、ホスト禁止にしてほしいと投稿しまして、わずかな時間で投稿削除。きっと上から怒られたんだよな、多分な。ホストにハマってるバカ女あってのコラボだろうが、そういう子を保護してこそのコラボだろうがということで、おごられたんでしょうね。と思ってたら、無能ちゃんね、修正し直して、再投稿。これならよしって、OK 出たんでしょうか。よくわかりませんけれども。TBS テレビ広報部、越智忍、47歳、覚醒剤使用で逮捕。こんな顔してる人であります。お綺麗な方でありますね。コラボその他、もろもろを薄めるために、在庫放出したんかなって疑っちゃうほどですね。タイミングいい事件だな。ネットの話、任命責任は免れない。だっけ？社長辞任しろ。反社はテレビのお仲間。パヨって薬やってるから頭がおかしいのかな。TBS 社員の時点で全員正気じゃねえから。それは偏見じゃないでしょうか。芋づる式に行くかな、これ。テレビ局なんて関係先かなりすごいことになりそうだけど。芸能界に関係先いっぱいあるんでしょうね。薬物牧師に続いて TBS 社員女まで。身内の良いネタなんだから TBS は最初に報道すればいいのにな。特集組んでどういう経緯で、薬物に染まっていったかみたいな特集やればいいのにね。特番 TBS は犯罪者飼ってるくせに上から目線の番組多いよな。サンモニとか報道特集とか
氷山の一角なのは間違いない。間違いない。永井秀和ですか。まあ、全然驚きませんけどね。この社員がですね、薬代で月に100万円使っちゃって生活が苦しいです。助けてってコラボを頼ったら、お誕生会してもらえるんだろうか。コラボはですね、若年女性限定支援っていう差別団体ですから、門前払いかな。47歳だとな。コラボも寄付して、ニート無能が直々に現地に赴いて、集会に参加してた自称慰安婦の支援団体、正義連。これ30年間ですね、ソウル日本大使館前で嫌がらせの水曜集会を開催してた恐るべき粘着、恐るべき執念の団体なんですけれども、その団体のバックアップでとうとう国会議員になれたユン・ミカって読むのかな、まあ違う名前、あんでしょうけど、ユン元代表、議員任命後20日で逮捕。これはなんか正義連の金私物化してったんだって。8つの容疑で、起訴されました。業務上横領、詐欺、背任、準詐欺、補助金管理法違反、地方財政法違反、寄付金品法違反、公衆衛生管理法違反と、ずいぶん訴えられたな。それで休刑5年されたそうなんですけれども、詐欺だけで5年休刑される日本と比べて、韓国は詐欺には寛容なんだろうか。判決は2月10日に出るそうで、まあ有罪判決は避けられない情勢だそうであります。まあ物証ゼロでもですね、けしからんってことで有罪になっちゃう国の司法だしね、三菱重工とか新日鉄とか、ユンの秘書も追い逮捕、追いガツオみたいですけれども、容疑は北朝鮮に暗号文を打電したスパイ容疑。ネットの話、ゆすりたかりの種、クネより軽いっておかしいよな。休憩がですね、多くの政治家とメディア関係者がこいつの共犯、憲法で反日を推奨していますから、有罪になってやけくそになっていろいろバグるすんの楽しみ。共産党と仲いいコラボと仲いい慰安婦団体か。公金が1円でも入ってる団体の金の使い方は、有権者が納得できるもんでないと。デマ本家の朝日新聞がですね、捏造でしたって認めてる自称慰安婦、賠償金たかり団体に1円でも寄付するなんて許されないんでは？税金が1円でも入ってるコラボ、1円どころじゃなく入ってるコラボが、反日団体、今ではもう捏造だって朝日新聞も誤った団体に1円でも寄付するのダメなんでは。ましてや竹島を泥棒してる、仏像も泥棒してる敵国の団体ですし、少なくとも心の狭い器が耳かきぐらいしかない靴沢は許さんぞ。私の器は耳かきぐらいしかないんだから、すぐおごんだから凶暴で、許さんぞ。記事読むと代表がですね、団体の金を好き勝手しててね、コラボも領収書出せねえし、お高いレストランやホテル代で、してたようだし、似た者同士惹かれ合うのかもしんないですね。読売新聞調査、トレンド入りした回数昨年1位の国葬反対ツイートは少数が頑張った結果だった。無慈悲だ。記事を要約しますとですね、総計は646296ツイートあった。国葬反対っていう投稿が、その半数32万回が3340アカウントからの発信であった。100回か。平均100回。ツイートしてる。栄えある1位は4219回も投稿していた1アカウントで。投稿1000回を超えるしつこいアカウントは10あった。10天王ですね、これね。魔王と10天王。100回以上投稿したアカウントは2万5000あったと。兵庫県60代男性、朝6時から暇を見つけては投稿を繰り返した。仕事中は、ボットを使って自宅の3台のパソコンから自動投稿した。これが記事の要約なんですけど、ネットの話、知ってた。気持ち悪い連中。
日本から出ていけばいいのに、無意味すぎて草、やっぱりというか高齢左翼、これが左翼仕草。選挙で勝てなくてもトレンド入りすりゃ満足なんだろう。虚しい人生、暇人と異常者のハイブリッド。安倍側が少数派だとはっきりしただろう、こんなの民主主義の敵だろう。すげえなこの60代男性な、寝る間も惜しんで国葬反対ってポチポチやってたのか、気持ち悪。パヨがノイジーマイノリティ、少数しかいない大声出してっけど。で、言うのはですね、どう頑張っても選挙で、パヨが勝てないことで知ってました。誰しもが知っております。パヨでも数少ねえよな。大声出してっけどな。だって選挙に勝てねえんだもん。高齢左翼にツイッター工作を仕込む。総がかり仕切りの、プンと、ブンと、高田健さん、78歳。これこういうの書きましょうみたいな見本のツイート、貼ってあるんですけど、大好きだよ、韓国。で、正体もあるらしい。気持ち悪い。この方はですね、国葬反対訴訟、記者会見で外国人記者にですね、どうして反対派しているのは老人ばっかなんですかと質問され、生き恥、赤恥、書いた人出ます。安保会、安倍会見の潰し方講座なんかも、シャシャーでやってますよ。なんだか邪悪なタイトルの講座ですね。昨年11月30日、人気のない国会周辺で、夜のデモ行進の先頭に立つ78歳高田健さん、百鬼夜行か、不能オーラ、まき散らしますね。1月8日、新宿東南口で凱旋する高田健さん、こちらも不能オーラ全開。1月12日、新宿東南口で、怒り役。いやー、無駄に元気だな、この人な。いつまで元気なんだろうか、こいつ。これ、総がかりの仕切りはですね、後継は、八王子の活動家、菱山直子って決定してるんですけど、高田の体が動き地は、まだまだやりそうですね。まだまだ頑張ってますね。いやー、もう呆れちゃう。虚しくねえのかな、これ。この人ね。虚しくねえのかな。何で食ってんのかな。どっからお金出てんのかな。まるで、平日ずっと働いてるサラリーマンのように活動してますけど、78歳の体に鞭打って、いやーびっくりしたよね。FNN 調査、防衛強化に賛成 50.7%、 反対 42.8%、 増税反対 67.3%、 増税前に解散総選挙すべき 60.4%、 解散総選挙、衆院解散して国民に信を問うてから増税しろということですね。ネットのニュース、男女共同参画予算を削る一択、パヨに流れてる税金を全部カット、 NHK 税廃止、医療費4割負担で全て解決と、今でさえ実質税率 48.1% の重税なのに増税なんて冗談じゃねえし、コラボやら足立兄の団体やらに流してる税金をそのままで防衛強化しなくっちゃ、はい増税って靴沢は大いに文句言います。防衛強化に賛成 50.7%、反対 42.8%。なんか怪しい数字ですね。これが本当だとすると、わからない、どちらでもないが、たったの 6.5% しかいないことになんすけどね。優柔不断な日本人に調査すると、大体、わからない、どちらでもないが、3割ぐらいなんすけどね。おかしいな。FNN、数字作ってませんかね、これね。疑惑は深まりますね。今日のその他のニュース。FNN 調査。屋内でのマスクは今のままでいい。64.4%。つまりつけるってことかな。まあ、つけてもつけなくてもいいよ。自由だよっていうのも含まれるかもしれません。4月に5類に降格して、原則マスクはいりませんっていうのが政府の方針であります。来年にも台湾侵攻開始の噂ありまして、みんなマスクつけてると、反乱分子の摘発に支障があるのかな。それで突然政府はですね、マスクは不要っていう方針になったのかな、勘ぐっております。可能性は低いですけれども、スパイをとっ捕まえやすくなるために、みんなマスク取ってくれ、とりあえず。靴沢は肺がん手術の影響で、
歩行中にマスクつけてると息苦しくなっちゃうんですよね、結構。昼間新宿行ってきましたが、マスクしないで歩いてる人も多数おりました。特に外国人、まあ外はいいんだ外はっていう今でも厚労省のあの見解ですけれども、まああの好き好きでいいんじゃないでしょうか。4月になっていきなりよしマスク発生なんて、言われてもですね、これ慣れちゃったから、明らかに風邪ひかなくなったからとかいう理由でつける人もまあまあ半分はいると予想しております。マスクしない人が屋内でなんか食堂とかで咳ゴホゴホするのは勘弁してね。入荷発表、偽造在留カード工場摘発。これも台湾侵攻開始で日本人にあだなす反乱分子摘発に向けじりじりと締め上げてるって一環でしょうか。なんかどっかの NPO 法人がですね、偽造カードを偽造しにくくなる技術導入に反対とか声明出しちゃって、てめえどっちの味方だよ丸出しかっていうようなニュースも小耳に挟みましたけども、東電電気料3割上げさせてくれ、国に申請いたしました。平均的な世帯で月額2600円ほど値上がりする予定であります。貧血で嘘みたいに寒がりの私はですね、冬の電気料はだいたい平均2万円、月2万円であります。エアコンガンガン暖房つけまして、足元に電気ストーブ置きまして、早く原発動かしてくれ、2万円きついよ、この上値上げかよ、涙が出ます。円高じゃないや、円安ちょっと収まってきたんだから大丈夫なんじゃないの。ガソリンだって上がってねえし、バカ岸田総理、異次元の少子化対策を、発表し、増税のための理由にしてるとしか思えない。余計なことすんじゃねえ。非難合合。実質税負担率 48% の重税がですね、子作りの一番の障害であるっていうことに、いい加減気がつけよ、バカ。って、思うんですけど、私。山本太郎、一議席を6人が転がすことを批判され、憲法ってダメって書いてねえし、と反論いたしました。性善説で作った決まりは悪人には通用しないっていう恒例ですね。私の持論なんですけど、バカな学校ほど禁止事項が多い。校則、学生らしい服装をしましょう。これでなんとかなっちゃうのが賢い学校ですね。バカ学校は、それではなんとかなりません。好き勝手いろんなことします。これ高校生らしくないんですかみたいな言い訳しながら。居住実態がない地方議員にですね、辞めるって以外の罰則がついたのは常習犯の N 党のせいであります。全くろくなことしねえのな。多くの人に迷惑かけてさ、まあまあ、悪者に性善説の、決まりは通用しねえっていうことですよ。まあ、今まではね、N 党もやりたい放題、居住自体ね、選挙をやってきたんですからね。というわけで、メール党員さん大募集であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてもらって、そちらからご登録ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。